続いては西村さんの秋田深掘りコーナーです。今日のテーマはこちら、秘宝佐竹盆36ヶ線秋田市寺町にもということで、はい、今日パート2でございます。そうですね、はい、あの前回あの秘宝佐竹36ヶ線について説明しましたよね、はい、あの佐竹家に伝わる、まあ、あの36の歌人歌読み人の絵とあの歌を組み合わせたあの絵巻の話でしたね。巻物、そうですよね、巻物の話で、あの前回放送第1回だったんですけど、うん、このテーマの結構知人からあの見たよっていうこと で、なんと俺佐竹本持ってるぜという方から、うん、あのその模写本をね、うん、あの貸してもらいましたんで、うん、その記念写真をドーンという感じでね、見たぞ、さすが絵巻物、ね、これはねあの実はというか、あの田中さん、田中真理さんっていう人のね、うん、あの書いた模写なんですけど、あ、模写なんですね。そうなんです、もちろんです、本物持ってたら大変なんですけどまあこんなイメージで多分伝わってたんですけど、それがあの大正9年でしたか、あの分断され、まあ、バラバラになっちゃうんですけど、今もちりちりバラバラに36人が揃うことはないんですけど、うん、あのまあ、こういった形で模写できちんと残っているので、みんなが楽しめるっていうことですよね。はい、でこの36河川というのは実はというか、鎌倉から室町それ以降にかけて、あの大名中心にお侍さんの中で結構流行してですね、うん、はい、あのいろんな形の36河川が書かれているんですよ、うん、であの佐竹、つまり秋田市内でもね、うん、この佐竹のゆかりのあるお寺でね、結構36河川、本物のもちろん佐竹本ではないんですけど、うん、あのそれに似た、それに類したものが結構あるんですね、お寺によって、うんうんうん、その一つ、あのこの間まずあのお尋ねしてきた一つ、あのちょっとご紹介したいんですけど、九条寺というところです。久しい城の寺って書くんですけど、うん、ここにねちょっと面白いというか、うん、面白すぎるものを発見したものですから、ちょっと映像をご覧いただきたいんですけど、はい、特に天井にね、天井ご注目ください。天井に、はい、とってもね、これは面白い、あの興味深い天井画なんです。これは本堂なんですけど、本堂もね、あのこのお寺は西連宗なんですけど、はい、ちょっとうちのお寺浄土宗なんですけど、ちょっと違う作り で、面白かったです。こちらがあの秋田ラーメン、ね、まず最初に秋田ラーメンがポンと何気なく本堂の脇にあるんですよ。すごい宝物、天井画なんです。これびっくりしましたね。天井にこれがやっぱりびっくりする。特にね、あの奥の方にはね、秋田蘭画と思われる絵があるんですね。あの特徴がね、蘭画、秋田蘭画の特徴はブルーなんですよ、はい、あの紺青色っていう青色を使うっていうことも、こちらにもあのあります、ね、36河川がで、もう一つこれがね、今回のテーマ、天井にもしかして奥にね、位牌堂っていうのが本殿の隣の隣にあるんですけど、はい、この天井をご覧ください。もしかしてのこちらなんです。あ、あれ、おー、ドーンとあるんですよ。すごい、はい、バラバラになった佐竹本、これはバラバラの佐竹本じゃないけれども、ここではきちんとね、36河川が全て揃って天井ですね。あのちょっとお寺にお尋ねした時に、これは小野小町なんですけどね、はいはい、うん、小野小町、もちろん絵のタイプは違うんですけど、これがあります。これが九条寺っていう寺。なんで九条寺に、うん、あのこの九条寺ってお寺は由緒あるお寺で、はい、あの1605年ですか、うん、あのちょうどあの関ヶ原終わって佐竹義信さんが秋田に来ますよね、その時に町づくりの中で土崎港にそもそもあったお寺なんですけど、うん、それを寺町の方に義信さんがあのこちらの方に移設するようにということで、うん、それからずっとこの地にある由緒あるお寺です。はい、あのとってもね、あのご住職をはじめ、うん、あの皆さんにこうきちんと説明もしていただいて、うん、あの貴重な天井画を撮ることができました。いや、うん、素晴らしいですね。あのお寺ってやっぱり地域のシンボルなんですよ、うん、だからお寺に行って、あの癒しを受けながら、うん、いろんな、なんていうの、うん、次の日の活力をもらう、うん、そのためのその天井画って見上げてね、ちょっと見る、
これはいいですよね。なんかお寺って、うん、その、まあ、昔親の世代とかそうですけど、はい、こう遊び場っていうか、ね、ちょっとねこうお寺の中で遊んだりとかって、そうですよね、いうこともあったでしょうし、そういう場でしたよね、学び場でももちろんあったでしょうし、はい、なんか寝転がってみるとすごい、うん、寝転がりたくなりますよね。なりますよね。ちょっと説明し忘れたんですけど、うんうん、この天井画はね、小室イーサイさんという方で、秋田藩士なんです、そもそもね。で、まあ、ずっと明治時代、それから有名なその模写というか、いろんな絵を描いてこられた絵描きさんで、由緒ある方なんですけど、小室さんという方がね、きちんとこう描いてくださったものです。はい、でもその36か線も全て、ねはい、一度に見られるっていうのは、うん、もうなかなか、ね、ちょっとないですよ。分断された佐々木本じゃないんですけど、こういった形で身近にやっぱり人々の中に36か線があったっていうかね、そういうのが分かる貴重なものでした。はい、来週もね、うん、ぜひお寺を紹介して、36か線がここにもっていうのがあるのを紹介していきたいと思うんですけど、はい、そうですね。そして今日、まあ、パート2でしたけれども、はい、まだねまだお時間ありますので、ちょっとぜひお伝えしきれないと思いますけれども、ね、はい、さらにご紹介したいことありますか。はい、そもそもこれの始まりはですね、はい、油屋光雄さんという方のコレクションなんですよね。コレクションの中に佐竹家に伝わるいろんな資料があって、油屋さんの資料の中からこういった情報が得られたということですよね。前回紹介しましたけど、佐竹日記というのがあったんですよ。これが油屋さん保管なさってて、その中の下りに確かに36か線という下りがあるんですよ。この写真ありますでしょうか。はい、佐竹日記という明治36年のね、ちょっと分厚い佐竹本っていう、先週もご紹介これですね、はい、されてましたね。この中の下りの中で、36か線の下りがちょっと赤字でありますけど、でこういうふうにこれを36か線の別のところに貸して帰ってきたというふうな下りがあって、確かにやっぱり佐竹家ではずっとつながっていたんだなっていうことが分かるんですけど、これも油屋さんからお借りした、油屋さんは個人 のコレクションとして30万点もお持ちなので、その中のほんの一部です。これは当時の大森修一さんという京都府知事、秘蔵品を貸していただきありがとうございましたという佐竹日記とちょうど符合する明治36年の感謝状なんですけど、読み解くとそうだったんですね。多分京都に貸したんでしょうねっていう、私は思ってますけどね。今後もっと検証を深め、油屋さんのアドバイスを聞きつつ、やって、もっと深い、もっともっと深掘りをしていきたいと思ってますけど、ね、で今回その、はい、まあ、第1回2回3回に分かれてご紹介していくと、いうことですけれども、はい、やっぱりそれだけそのご紹介したい資料とか、ね、内容が濃いってことですよね。佐竹家という くくりの中でね、もう箱が山積みで、倉庫を歩いていくと、歩いていくと言って入っていくとまだまだあるんですよね。でどんな資料が隠されているかわからないぐらい、ワンダーランドです。ワンダーランド、全部で50万あるんですよ。50万、そのうちの20万は秋田市にお預けをして寄贈したんですけど、残りの30万、30万が個人所有で、これがすごいんですよ。その資料を、保管の仕方とか、そうなんです。今後はそれが本当にね、油屋さんは悩んでらっしゃってっていうか、私どもも含めてね、やっぱりたくさんこれだけの量があるためにね、その中から見つかってくるんですよ。で私自身は断捨離という言葉があんまり好きじゃなくて、家族には断捨離しなさいよって言われるんですけど、やっぱりねこれだけのもの量をね確保して集めていくっていうのはパワーですよ。そうですね、そのパワー集める執念の中でね、やっぱりいろんな貴重な資料が集まってくるんだと思います。まさに今回の佐竹本当に一部でしたけれども、その今回佐竹36か線のつながりの中からいろんな情報が得られました。今後ともこの資料を、ね、活用させていただいてっていうふうに思ってます。で以前は街中深掘りという形でやってましたけど、ちょっとこう
今回はからあの秋田深掘りにしました。深掘りになりましたね、はい、なんか大きくなりましたね。そうなんですよ、あの大きいものを狙っていこうということで、はい、大物狙いで、どん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 歴史を深掘って、また秋田を深掘って、はい、あのいいものを見つけていきたいと思います、はいはい、さあ続いては何が釣れるのかねえ、とりあえず来週ぜひご期待ください、はい、第3弾ですからね。そうですね、今日も貴重な映像をね皆さんにご紹介いただきました、はい、西村さんありがとうございます。はい。